JR 西日本によりますと、午前6時前、JR 可部線の横川駅から御嶽駅の間で、信号が赤のまま変わらないトラブルが発生し、可部線の全線で5時間にわたり運転を見合わせました。JR 横川駅では、通勤・通学の人たちが混乱に巻き込まれていました。8時から会議が予定してたので、ちょっと間に合わなくて、さっき会社に連絡しました。40分ぐらい歩きました。そう、雨の中大変でしたよ。今、代行のバス待ってます。いや、間に合わんよね。間に合わないですよ。JR は、路線バスによる振り替え輸送などをしました。JR 横川駅近くのバス停には、長蛇の列ができていました。歩道に並んでいた列が折れ曲がり、こちらからは最後尾が見えません。バスを待っている人たちの列の最後尾を探してみると、列はどこまでも続き、バス停がある区画を一周したところで途切れていました。7時25分の、秋神山駅の電車乗ろうと思ってたんで、1時間以上。信号が正常に作動するようになり、可部線は午前11時に運転を再開しましたが、トラブルの原因は分かっていないということです。